ゴットランド島にある絵画石碑の一つ、ストーラ・ハマーズ、アイストーンの細部。二つの軍勢の間に立つ女性はヒルドだと考えられている。ゴットランド島にある絵画石碑の一つ、スミスストーンの細部。ヒャズニングの戦い、ヘジンとホグニの伝説、またはヒルドの佐川、ソルリの話、ラグナル昇華、デンマーク人の自責、スカイトホリーマ、そして、 守語法に記述されている、決して終わらない戦いに関する北欧シーンは由来の、スカンディナビアの伝説である。ゴットランド島のストーラハマールにある、絵画石碑の表面に表示されて残されている。さらに、伝説は声援語詞、デオルの嘆きと、ウィドシース、そしてコノルド語の、ハッタライキル・インフォルニーでも言及されている。ヘスンやフグニーのような名前から、伝説が、 大陸のゲルマンゴハに起源を持つと考えられている。死後法王とラグナル商家においては、ヘグニの娘、ヒルドが、ヘグニがしばらく不在にした間にヒャルダンディの息子であるエジンという名の王子によって誘拐された部分が合致している。ヘグニは帰還するとすぐに娘を探し始めた。より古い歌であるラグナル商家においては、ヘグニは彼女と ヘジンがその軍勢と共に待っていた島をようやく見つけた。この島は、死後法の中では、スノンディストルルソンによって、オークニー諸島の中の母島として説明される。ヒルドは、自分の父を歓迎し、ヘジンの代理として、父には僕と首飾りを提供した。しかしヘグにはその剣ダーインスレーブを、すでに鞘から抜いていた。その剣は、 決して言えることのない傷を与え、トゥルフィングのように一旦それが鞘から抜かれたら常に人間を殺した。戦いが起こり、そして彼らは一日中戦い、多くの人々が死んだ。夜になると、ヘジンとヘグニは彼らの野営設備に戻った。しかしヒルドは戦場に止まった。彼女は呪文で彼らを復活させ、倒れていた兵士たちは改めて戦い始めた。 そしてこれはラグナロクまで続いた。ソルリの話はフラーと島元に含まれる短い物語である。本は15世紀に二人のキリスト教徒の司祭によって書かれたノルウェー人の王たちについての話を収集したもので、フラテー島出身の一族によって所有されていた。ソルリの話は、ノルウェーとアイスランドでキリスト教を奨励した最初の人物であるノルウェーの王オーラブ一世に、 関するものである。物語は、ヘームスクリングラの一部、しロキの口論の一部の部分、家の消華の部分、そして永遠の戦い、ヒャズニングの戦いの部分を借りた。物語の最後は、キリスト教の出現が、ラグナロクまで、因習的に続くことになっていた昔からの呪いを終わらせる。スキージのリーマにおいては、戦いが、ワルハラ自体を破壊する恐れがあったため、 オーディンは哀れな小事スキシーを呼ぶためにトールを派遣した。それは、スキシーが戦いを止められるためであった。スキシーがヒルドに結婚したいと頼み、彼女が同意することによって、戦いを何とか止めることができた。サクソグラマティクスは、ヒティンが、ノルウェーの士族の王子で小柄な男性であったと、語っている。ヒティンは、強靭な体つきをした、ユトランドの首領へ、銀の娘。 ヒルダと恋に落ちた。ヒティンとヒルダは彼らが会う前に恋に落ちたのだが、それは実際には互いに関する世評に感動したためである。春、ヒティンとエギ銀は一緒に略奪に出かけた。そしてもし何かが起きたならば彼らが互いに復讐をすると約束しているヒティンを、ヘギンは自分の娘と婚約させた。しかしながら悪意ある弁舌がヒティンが婚約の前に、 ヒルダに関係したという噂を広めた。ヘギンは流言を信じてしまい、キティンを攻撃した。しかし、ヘギンは打ちまかされて、ユトランドに戻された。デンマークのオフロートが仲裁しようとしたが、問題が決闘で解決されるという結論を下さなければならない状況に至っていた。戦闘の間にティンは重傷を負い、失血し始めた。ヘギンは、 キティンに情けをかけることに決めた。それは古代の北欧人の間では自分より弱い誰かを殺すことは恥だと考えられていたためである。そしてキティンは彼の部下によって家に連れて帰られた。7年後、二人の男は再び戦い始めたが、両者ともに自分の傷のために死んだ。しかし、ヒルダは両者ともとても愛していた。そのため彼女は 毎晩死人を呼び出すために呪文を使った。そして、戦いはいつまでも続いた。戦いは、十世紀の声越し、デイオルの嘆きでも触れられる。詩人は、より優れた詩人、ヘオルレンダが彼にとって変わるまで、ヘオドニング王家に仕えたことを説明している。ヘオドニングとヘオルレンダは、おそらくはアイロニー、または、ユーモアの度合いを加えるために、デイオルの嘆きにおいて研究されている。 永遠にヘオドニングの悲劇は通り過ぎないであろう。ありがとうございます。